大洲山駅は、福岡県朝倉郡東方村大技福井にある、九州旅客鉄道北彦山線の駅である。九州で唯一、プラットホームが県境をまたいでいる駅であり、ホームの3分の1が大分県、残りが福岡県にある。大分県と福岡県の境界線には、東方村の特産である小石原焼の豆藩が埋め込まれている。 宝州山駅の県境表示2017年7月5日の九州北部豪雨で大きな被害を受け休止中である。以下、突起ない限り被災前の状況を記す。1971年2月10日から無人駅になった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては島式ホーム一面二線だった。夜明け駅側に向かって線路右側にホームが 左側に駅舎がある。駅舎は開業以来の建物の老朽化のため、外観デザインをほぼ同修する形で1998年3月に建て替えられたもので、無人駅であるため旧駅舎の事務室部分を撤廃した上で、建物自体は夜明け駅方向へ拡張され、地元の集会所が入っている。東方村の南端部に立地しており、村の中心地や村役場へは、 隣の大行事駅の方が近い。駅前を大日川が流れ、その川の向こうに国道211号が北彦山線に並行して通っている。ありがとうございます。